はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、バーボンです。アメリカンウイスキーのアーリータイムズの黄色です。これね、どうやらですね、今買って気づいたんですけど、ね、黄色と茶色があって、まあ、同じぐらいの値段でね、があるんですけど、明らかに茶色の方がうまいというね、2ちゃん情報ですが、明らかにね、茶色の薄めたのが黄色っていう、話をですね、2ちゃんで見たんですが、多分、らしいです。で、どちらにしろ、俺は多分ね、これ、ハイボールグラス、タンブラーか。これがね、ついてきたんでね、買いました。値段が1000円ぐらいでしたね。うん。これのね、タンブラー目当てで買ったんですが。ね。アーリータイムズ。まあ、見た感じ、これあれですね。以前俺が、買った、なんだっけ。ジャック・ダニエルのハイボールグラスと全く同じですね。容量的に考えても。ちょっと細いやつ。ちょっとちっちゃいんですよ。細いっていうか、容量があんまり少ない。うん。容量が 280ml ですね。結構少ないです。うん。なんで、うん。あんまり、ね。まあ、いいか。まあ、いいや。とりあえず飲んでいこうか。これ、アサヒビール株式会社。アルコール度数 40%。原材料がグレーンとモルト。となってます。あとは、全部英語で何書いてあるか全然わからん。どうやって開けた？まあ、とりあえずストレートでいただきたいと思います。よいしょ。先ほどまでですね、マドカマギカを今更見てまして、ね。マドカマギカ。俺ずっとマギカだ、あれ、マキガだと思ってましたね。マドカマキガなんかなと思って。ずっと、間違って。マドカマキガだと思ってた。マドカマギカだった。知らんちゅ。そんなの知らんちゅ。わかりづらいよね。だいたい何マギカって。っていう話なんですけど。よし。じゃあ早速飲んでいきたいと思います。乾杯。うん。あら、美味しいじゃん。あら。これジャック・ダニエルとジャック・ダニエルと何が違うんだ、これ、味。個人的に全然わからない。味の違いが。アーリータイムズのイエローラベル。キレのあるどこか素朴な味わいと甘く華やかな香りが特徴です。ブラウンラベル。骨太なバーボンらしい味わいをベースに、より豊かなコク、華やかな香り、力強く、まろやかな味わいが特徴です。いや、個人的に、ジャック・ダニエルと飲み比べない限り多分、味はわかんないな。これ美味しいですね。あ、これうまいわ、バーボン。これは、結構甘くて美味しい。飲みやすい。
てか、ブラウンラベルと何も変わんねえじゃん、値段。今見たら。楽天市場で見る限り値段何も変わらない。50円ぐらいしか変わんないんだけど。うん。美味しいですね。うん。これうまい。これはあれだわ。でもジムビームが一番売れてるんですよね。バーボンの中だと。世界だと。ね。あ、ヤフー知恵袋のにね、アーリータイムズのイエローとブラウンはど、結局どこが違うんですか？両方とも1000円で売ってますって。ブラウンは、樽由来のタンニン、かっこ苦味、しが渋みか。甘みが強く若干濃い口。イエローは比較的さっぱり。あでも結局どこが違うんですかって、この人、じゃあ両方買ってお前飲み比べろよって話なんだけどね。わざわざヤフー知恵袋に聞くまでもないだろ。それが知りたかったら文字でさ、ここがどうたらこあったら違いますとかって言われてもさ、それで納得するかな？俺だったら実際に飲まないと。わからないだろうから。味だからね、所詮。数学的の答えよ。この数学とかのさ、答えだったらさ、確かに文字でさ、わかるけどさ、味とかさ、に関するこういう食べ物とか飲み物に関しては、あれでしょ。この人がまずいって言ったからまずいんじゃなくて、ね、結局自分に合うか合わないかだからね。自分がうまいと感じるか感じないかだから。やはり自分でこうね、飲み比べるのが一番でしょ。とは思いますけど。うん、これは美味しい。うん。多分ジャック・ダニエルよか甘い。気がする、多分。で、ジムビームも飲んだけど、ジムビームは、ジムビームはまたそれと違うんだよな。多分ジムビームのはあんまり薄かった俺記憶あるんだよな。ジムビームは。正直。うん。ジムビームはちょっと好きじゃないね。まあ俺スコッチ嫌いだから別に、まあバーボンだったらそれよりはうまいからいいんですけど、スコッチはいらないですね。スコッチと角瓶とあとアイリッシュウイスキー、この3つはもうウイスキー類の中だともう飲まなくてもいい。もう特にあのアイリッシュウイスキーはガチでまずい。くっそまずい。もうあれ一口っていうか、あの、一杯飲んで、あともう放置してますからね、今。そこに置いてありますけど。タラモアデュー。皆さんぜひ飲んでみてください。超まずいから。マジで。やばいね、あれは。どうやって飲もうかな。本気で。本気でマジどうやって飲もうかな、俺、あれ。あ、まあ、大体、ウイスキーでまずいやつって、ほら。あれで飲めるか。コーラ割りとかでな。うん。アーリータイムズのウィキペディア見ましょうか。
アーリータイムズはバーボンウイスキーの銘柄である。最初に、蒸留製造されたのは、1860年にアーリータイムズステーションと呼ばれる村か。村である。しかしアメリカ国内では、現在はバーボンではなく、ケンタッキーウイスキーとして販売されている。ケンタッキーウイスキー。またあれか。またなんかややこしいの出てきたな。ただし輸出用製品は現在でもバーボンウイスキーだ。だってさ、な、アメリカ、まあでもアメリカ国内だからしょうがねえか。まあね。だってジャックダニエルだってテネシーウイスキーでしょ？ね。厳密にはね。んなこと言ったって、ね、こちらから見れば、日本から見れば、アメリカの中で、あのね、製造されてんだからバーボンでしょって。でも、結局ほら、そういうことでしょ。アメリカの国内の人間としては、やっぱり自分のアメリカの国だ、に住んでるからこそ、やっぱりもうちょっと詳しい、その、ね、あれで分類しようって話でしょ、多分ね。うん。うん。国外マーケットで、アーリータイムズのブランドは現在、ブラン・フォーマン社が所有しており、ケンタッキー州ルイビルのダウンタウン蒸留製造所で製造されている。今日、アメリカで販売されているアーリータイムズは、再利用の焦がしオークダルで熟成したウイスキーが 20% を占めるため、バーボンウイスキーではなく、ラベルにはケンタッキーウイスキーと表示されていると。逆に国外マーケットで販売されて輸出向けアーリータイムズは焦がしオークのシンダルで完熟され、アルコール度数 40% の本物のバーボンである。結局何がどう違うんだ？あ、つまりこれが輸出用だから、これは完全にバーボンになったことか。多分。これは完全にバーボンなんです。つまり内容が違うってことでしょうね。アメリカで販売されているアーリータイムズはバーボンじゃなくてケンタッキーウイスキーで、ただし、アメリカ国外、まあ、日本とかで売られる、まあ、いわゆる輸出向けは完璧にバーボンだから、もう、これはもう結局これはバーボンってことです。ね。伝統的なイエローラベルに対してブラウンラベルの歴史は浅く、1996年に日本市場向けに作られた。ああ、だいぶ新しいんですね。ブラウンラベルはね。なるほど。ええ。これは美味しいです。ので、四つ星。うん。ですね。これ非常に飲みやすい。甘口で飲みやすい。かな。それではご視聴ありがとうございました。